オーバーリーク信玄は、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のルートビヒスブルク郡に属す市である。エンツ川沿いのこの小都市は、シュトゥットガルト地域及び、シュトゥットガルト大都市圏に含まれる。オーバーリーク信玄は、シュトロムベルクの南東、ファインゲン・アンデア・エンツとマルク・グレー人間との間のエンツ川左岸に位置している。地域の東端で、デュレ・エンツ川が、 北側からエンツ川に交流する。地域は、エンツ川沿いの190メートルから、北部の251メートルに位置している。面積816ヘクタールの市域内には7基の、ケルト時代の墳墓と4つのローマ時代の荘園跡が見られる。本市は、北は、ゼルスハイム、北東は、ザクセンハイム、被害と、南は、ウンターリーク深淵、南西は、 エンツバイインゲン、北西は、ファインゲンアンデアエンツの主流と境を接している。エンツ川上流側に、荒廃したハイソンラインフェルデンの後であるラインフェルダー、抱フがある。本市南西のエンツ川の対岸には、1311年には、すでに、ビュルテンベルクの小中にあり、長らく放棄されていた、ダウゼック城があった。オーバーリーク神殿には、 半円形の旧市街を取り巻く密集した住宅地の他に南にハウスシュロスベルク、北にいくつかの帰還移住者集落がある。オーバーリーク震源付近を流れるエンツ川、オーバーリーク震源には13件の自然文化財がある。この他に、ボルフシュテレン景観保護区の全域及びラインフェルダー、ホーフとビーティヒハイムビー震源との間に位置するエンツタル景観保国の一部が、 本詞に含まれる。州統計局の2018年現在のデータによる。リーク信玄は793年4月11日のロルシュ文書に初めて記録されている。これがオーバーリーク信玄であるかウンターリーク信玄であるかは明確ではない。1120年に初めてオバンラキシンとして明記されている。中世世紀にはおそらくリーク信玄家が治めていた。 この家紋は古くはエーデルフライとして上位の貴族に仕え、後にビュルテンベルクの家臣に取り立てられた。1250年頃、一時的にファインゲン博領に属していた。この集落はテーマーよれば地に昇格されていた。1281年に初めてゲルラハという名前の主張が文献に記録されており、1361年には 初めて、詩として記述されている。1339年のシュパイアー詩教区登録後に、ロマネスク様式の防衛協会として建設された、ゲオルクス協会が記録されており、1439年頃、ビュルテンベルクの管理下で、ゴシック様式の内陣が建設された。遅くとも1392年に、最後のファインゲン博がなくなるまでに、オーバーリーク神玄は、 ビュルテンベルクの主権下にあり、1420年のビュルテンベルク諸領大帳には、旧ファインゲン薄領と記されている。ビュルテンベルク伯のオーバーリーク神源における最初の活動は1393年に起こされた。エーバーハルト恩ン,ン伯がオーバーリーク神源に24モルゲンの農場と一軒の家をアンドレアスレイハイドの境界録として建設した。これは、 シュパヤーの3位一体修道院の院長が証明している。千四百七十年頃、この小都市には約三百人が住んでいた。アンドレアス・キーザーによって作成された千六百八十四年の森林台帳に描かれたオーバーリーク森六百九十三年七月十三日、それ以前に都市からアムツフレッケンに降格されていたこの町をフランス軍が略奪し、 72棟の建物と教会が消失した。その最高の際、1699年に現在の市庁舎も建設された。1777年にエンツ川に車の通行が可能な橋が初めて架けられた。それ以前は歩行者用の小さな橋を通るか上流の浅瀬を通るしかなかった。1850年から市壁外に初めて家が建設された。 1862年に最初の産業地区が設けられ、1875年に円津川に頑丈な橋が作られ、1896年に新しい学校が建設された。この頃には鉄道建設に向けた努力が重ねられていた。1898年に水車が取り壊され、代わりに発電所が作られた。中世から死壁によって隔てられていた。 クラインシュタットは16世紀から長らくアムト、ファインインゲンに属した。1806年に建国されたビュルテンベルク王国の新たな行政機構への移行によって、オーバーリークシンゲンが属すオーバーアムトに変更はなかった。ナチ時代のビュルテンベルクの行政改革により、本州は1938年に新設された、ファインインゲン軍に統合された。 1983年頃のオーバーリーク震源。この後外は北西方向に拡大している。第二次世界大戦中、オーバーリーク震源は爆撃を免れた。1945年4月8日、ドイツ軍は1936年から対岸のエンツ川の斜面沿いに防備を固めていたネッカーエンツ川まで後退し、 オーバーリークゲンのエンツ川に架かる橋を爆破した。この同日にフランス軍がこの防衛戦力のない小都市に入場した。オーバーリークゲンは降伏後も4月21日までは前線地域に当たっておりドイツ軍の爆撃を何度も受けた。11棟のナ屋がフランス軍によって焼き払われた。兵士の宿舎として何軒かの家屋が供出された。 30人のナチ党員が逮捕された。その一部は虐待を受け、何人かの女性は暴行された。この町は戦争により合計63人の住民を失い、旧ドイツ東部領土から追放された、主にカトリックの住民を300人受け入れた。本州は戦後アメリカ管理地区の一部となったため、1945年からは、 新設されたビュルテンベルクバーデン州に属すこととなった。この州から1952年に現在のバーデンビュルテンベルク州が形成された。合併及び原子力発電所建設に対する抵抗運動1973年の軍の再編実施によりファインゲン軍が廃止され、オーバーリークシンゲンはルートビヒスブルク軍に編入された。バーデンビュルテンベルク州の市町村、 軍域改変の時期は、オーバーリーク信玄では、独立性を保持するための戦いの時期であった。マルクグレー人間と合併することを決めた、ウンターリーク信玄との統合も、ゼルスファイムとの合併も、市議会及び市民集会で拒絶され、この拒絶は貫き通された。オーバーリーク信玄は、独立を守り、ファインゲン・アンデアエンツと、行政共同体を形成するに止まった。 その後この町は原子力発電所を市内に建設する計画にも反対した。1970年代及び1980年代に人口は1580人から2500人にまで増加し、その後さらに3300人近くに達した。ビュルテンベルクの宗教改革がなされるまで、ゲオルクス教会やアンドレアスレイハイドを含むオーバーリークシンゲンシサイクは、 シュパイアー市教区三位一体女祭長区、ファイン・インゲン三次会に属していた。アンドレアス礼拝堂は、エンツ川に囲まれた中州にあったが、おそらく1693年に破壊された。最初の改革派の牧師は、1634年から1639年まで、勤めたペーター・バイネルであった。16世紀から第二次世界大戦までこの町は主に、プロテスタントの町であった。 現在この町には、福音主義教会、福音主義メソジスト教会、神使徒教会組織が存在している。カトリック信者は、ゼルスハイムの聖シテファヌス教会が管轄しており、オーバーリーク神元に教会堂を有している。この教会堂は、かつての聖アンドレアス礼拝堂にちなんで命名されている。オーバーリーク神元の市議会議員は12議席である。 市議会は選出された名誉職の議員と議長を務める市長で構成されている。市長は市議会において投票権を有している。フランス軍によるオーバーリークシンゲン占領後、1945年4月に、まず市長のグスタフ・ゼッツアーが、その6週間後には、後継者のアルベルト・ハクシュトッツも逮捕された。さらに、マックス・レシュとその後、ビルヘルム名が、 市長職を委任された。1948年の市長選挙で、オーバー・シュバーベンのルイ・ガイガーが市長に選出され、1696年までその職を務めた。2年間の空席期間の後1971年にビリー・バウアーが選出され、2009年までその職を務めた。ベルナーズ・オムライは2009年7月に50.74%の支持票を獲得して、 新しい市長に選出された。2019年末現在の市長は、2017年7月の選挙で69.8%の票を獲得して、ベルナーズ・オムライの後継者に当選したフランク・ビッテンドルファーである。ズ柄ガラ、金字と黒字に左右に分割。向かって、左は中上に直立した黒い鹿の角。向かって、右は斜めに配置された金のオール。 知られている、最初の印象は15世紀初めのもので、背景が左右に分割されていないものの、すでに現在の紋章の衣装が描かれている。ただしオールの斜めの向きが異なっており、さらに水を受ける部分が上に描かれている。現在のデザインは、背景色の分割以外は、1591年のダーフとボレーバー愛好を用いられている。 ヨハン・ジープ・マッハーも1605年に分割されていない紋章を用いているが、これにはオールが格として描かれている。斜めの配置は比較的新しいデザインである。死の旗は黒から黄色である。1993年に発足したフェライン・テアター・ウンター・デア・ダウゼック・オーバーリーク・シンゲンはかつてのダウゼック城にちなんで命名された。この劇団は 1992年のオーバーリーク新元1200年祭に演劇作品ゾーア・メッツェルズップを上演したアマチュアグループを起源とし、これ以後様々な作品を上演している。1958年、ローマ時代の小演の基礎壁の工事中に、ぎ目の赤い保存状態の良いワイン貯蔵庫が発見され発掘された。これは、 1962年に首都ビュルテンベルク州立博物館によって一戸建て住宅の1階に設けられた小さな博物館の中心展示物となっている。ハウプト通りの木組の家とゲオルクス教会この町の象徴的建造物はもともとロマネスク様式で建設されたゲオルクス教会である。この教会は14世紀にゴシック建築に改築された。 1693年に破壊された後修復され、1707年に完成した。教会の防壁と紙壁の一部が保存されている。この他に牧師館や市聴者を含め何棟かの木組建築が残されている。オーバーリーク信玄の水力発電所1900年頃、この町では漁業、ワイン作り、製粉業が営まれていた。かつて重要だった農業は、 60年代からその重要性を失っていった。市内には、いくつかの支援施設、水力発電所、浄水場がある。オーバーリークゲンは、ザクセンハイム、ゼルスハイム、ビーティヒハイム微震源とともに、町北部の高台にある地域をまたぐ、アイヒバルト産業地区に関する目的連合に、属している。オーバーリークゲンには、基礎家庭学校1校と幼稚園2園がある。 この他に体育館一棟とスポーツグラウンド二面がある。ありがとうございます。